そもそもビッグバンっていうのは、ちっちゃくて厚くて濃い宇宙がバーンって広がり始めて、どんどん大きくなって今の宇宙になった。教えて村山先生、始まります。イエーイ。朝日新聞の小宮山です。小川です。今日は千葉県柏市のカブリ IPMU にやってまいりました。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。第1回目の収録のテーマはビッグバン、はい、ということで、始めさせていただきたいんですが、そもそもビッグバンという言葉は多分結構多くの人が、聞いたことはあると思うんですけれども、はい、そもそもどういうことが起きてどうなったのって今の宇宙になったのかというところを、時系列的に少し説明していただけないでしょうか。はい、分かりました。そもそもビッグバンというのは、今この大きな宇宙があるわけですけども、それが実は昔はすごくちっちゃくて厚くて濃かったんだと。でそのちっちゃくて厚くて濃い宇宙がバーンって広がり始めて、どんどん大きくなって今の宇宙になった。でこれがビッグバンと言われている考えです。ですから宇宙の初めの頃っていうのはものすごく厚くて、で厚いっていうことはいろんな小さな粒々がビュンビュン元気に動いてるってことですから、何もかにもバラバラだったんですね。で私たちの体ももちろんなかったし、腰もなかったし、全部原子レベルでバラバラになって、原子もバラバラになって、原子核もバラバラになって、最後はそのクォークとかそういう素粒子の世界になってた。でそういう厚い濃いスープだったっていうのがビッグバンだと思われています。でそれからだんだん大きくなっていくと、でちょうどこう例えば気球を上空に上げていくと、だんだんこう上に上がりながら風船を膨らんでいって、で冷たくなりますよね。でそれと同じで宇宙もだんだんこう広がっていくと、だんだん冷たくなってくると。で温度がずっと冷えてきたと思ってます。でだんだん冷えてくると、最初はビュンビュン飛んでいてバラバラだったものが少しだんだんゆっくりになってくると。でゆっくりになってくると出会ってくっついたりし始めます。例えば最初はこうビュンビュン飛んでいったクォークという素粒子がくっついて、で陽子とか中性子っていうのができる。広がってくるとゆっくりになるのはどうしてなんですか。で例えば、そうだな、注射器に、中学校でやった実験だっけ、で注射器に空気が入ってて、こうギュッて押すと熱くなる。でこう何でもこうギューって押すと熱くなって、中のものがビンビン閉じ始めるっていうの性質があります。だから逆に宇宙は注射器を引っ張ってるようなもんで、全体がこう広がってますから、熱くなるじゃなくて逆にこう冷めてくるんですね。ということは宇宙がその最初バーンって始まって、でどんどん大きくなっていくときに、中のものがどんどん薄まって、で全体が大きくなる分中のものも冷めて冷たくなっていく。でだんだん薄く冷たくなってきたっていう宇宙だと思っています。でそうすると冷たくなってきたので、最初ビュンビュン飛んでいたものがだんだんゆっくりになってくると。でゆっくりになってくると、たまに出会った時にくっついたりする。でそうやってもともとバラバラだったクォークっていう素粒子がくっついて、陽子とか中性子とかができました。でそれがさらに経つと、少しまた陽子と中性子もくっついて、ヘリウムみたいなこう原子核ができます。でそれでずっと経って、宇宙が38万歳ぐらいになると、その周りをまだこう飛んでいた電子を原子核が電気の力で捕まえて、でその原子核の周りをこうぐるぐる回るようになったっていうのが原子の誕生です。その時に初めて宇宙で原子ができました。でこの原子が今度まだそのまま宇宙空間を漂っていて、でしばらくはもう暗黒の世界なんですね。星がまだなかったので。でその時代のことを暗黒時代と呼んでいます。でその暗黒時代が多分また数億年続いたと思われているんですけど、そうしている間にだんだんその原子同士が重力で少しずつ引っ張って、集まってきて塊ができて、でそのガシャガシャって反応し始めると光を出すので冷えてもっと固まると。でいずれはぐしゃっと潰れて星ができましたと。でそういう一番星が生まれたっていうのが宇宙が始まってから例えば1億年ぐらいだと思っています。でその星が今度たくさん集まってこう銀河ができる。でやっとその銀河ができた中に太陽が生まれて、で地球も生まれたっていうのが今からまあ45億年ぐらい前とか言ってますよね。でそれからさらにずっと時間が経って、やっと高等生物が生まれて、人間が生まれて、私たちが生まれて、で宇宙どうやって始まったのかなってこう考えてるっていう、そういう状況です。
さっき38万歳と38万年経った時に初めて原子ができたという話があります。その前なんかこう、いろんなこう例えば何分後にこうなったとか、そういろんなこう分かっていることっていうか、推測できていることってあるんですか、もっと細かく。はい、宇宙の、38万歳になった時にやっと原子ができて、で原子っていうのは電気がプラスとマイナスでキャンセルしてるから光があまり反応しないで、その瞬間から光がスーッと飛ぶようになったので、その時に出た光っていうのは今も観測できるわけですね。でそれは宇宙背景輻射って呼ばれてる光なの で、その光を観測すると宇宙がまだ38万歳の姿が写真に撮れる。まだ小さくて熱い宇宙の姿をもう写真に撮ってるわけです。だビッグバンっていうのはお話じゃなくて本当に見えるわけですよ。で写真撮れるんですから、でそこまではまあちゃんと分かってます。でもじゃあもっと昔の宇宙はどうなってるんだっていうので、今唯一はっきり分かってるのは、宇宙ができてまだ1秒から3分ぐらいの頃の話です。でさっきお話ししましたけど、宇宙の最初はすごく暑かったので、いろんなものがビュンビュン飛んでてみんなバラバラだったと。でそれだんだんくっついてきたというお話をしましたけども、だんだんものがくっついてきてクォークが陽子とか中性子になって、その次に陽子と中性子がさらにくっつくと。そうするとそれまでバラバラだった陽子と中性子が例えば2つずつくっつくとヘリウムの原子核になります。あの風船に入れるやつです。でヘリウムの原子核っていうのはその後もちろん普通のヘリウム原子になるので、今の宇宙空間にも残ってるはずだと。でそうやってくっついてきたその宇宙あのヘリウムがどのくらいできるかっていうのは実験室でも同じことをやってみることができますから、あこのくらいの確率でくっつくんだなっていうことを調べられるわけですね。ということはビッグバンの時にどのくらいヘリウムができたかっていうのが勘定できてしまいます。そうすると宇宙の今の電子の数は水素とヘリウムでだいたい3対1のはずだっていう計算ができるんです。実際今の宇宙空間であの宇宙にあるガスの水素とヘリウムを観測してみると、で本当にやっぱ3対1なんですよ。ということは宇宙が始まって本当に1秒からやっと3分ぐらいまでにこうやってくっついてきたヘリウムっていうのが確かにも今の宇宙にも残ってるっていうことなので、つまり私たちはまだ1秒歳の宇宙をちゃんと理解してますね、そこまでは分かってるんですよっていうことなんです。1秒から数分。そうです、その次はいきなり38万年、その間のことはあんまりよく分かってないです。逆にでやっぱりこう宇宙もいろんなこう大事なあのエポックがあって、でその時に起きたことっていうのは今の観測にも引っかかるもんだからよく分かると、その時に起きたこう大事なことっていうのも観測に引っかかるから分かる。でその途中っていうのはその捉えどころがない時間なので、で直接こう調べることっていうのは難しいっていう、そんな感じです。ポツンポツンと、あここはよく分かったね、あここはよく分かったね、次はここだね、でその間はっていうとそんなにこう調べる方法はないんですね。じゃあなんで38万っていうのは 数字が引っ張り出せるんですか。それも、その原子がいつできるかっていう話なので、これも実験室でこう調べたり計算してみたりすることができます。で宇宙がすごく熱い時はともかくみんなバラバラで飛んでるので、私たちの体の中にある原子の中をぐるぐる回ってる電子が元気になりすぎるとぐるぐる回らずに飛んでっちゃうと、で原子バラバラになります。どのくらい宇宙の温度が下がってきたら十分この電子がゆるゆるになるので、この原子核の電気の力に引っ張られて指が捕まっちゃって、でこうぐるぐる回れるようになるか、それがどういう音で起きたのかっていうことがそれ分かります。で温度が逆に宇宙が始まってからどういうふうに下がってきたかっていうのは、これはあのアインシュタインの方程式でこれも計算できちゃうの でこのぐらいの温度になってきたっていうのは宇宙は38万歳の時のはずだというのは知ってるんですね。アインシュタインの方程式っていうのはどういうものなんですか。アインシュタインの方程式っていうのはすごくあのもう世界で一番美しい方程式と物理学者は持ってるんですけど、方程式ですから左辺と右辺があります。で左辺に書いてあるのは宇宙がどういうふうに膨張するとか、どういうふうに歪むとか、場合によっては潰れるとかいうのが左辺になります。右辺にあるのは宇宙の中に入っているもののエネルギーがあります。ということは宇宙が始まってからどのくらいのエネルギーがあったら宇宙がどういうふうに大きくなるかっていうことがその方程式に書いてあるわけですね。でそうすると宇宙が始まった後はすごく濃くて熱かったという話しましたけども、大きくなってくると当然だってそれ薄まってきてで冷たくなってくると、でそれが右辺に入っているので
そういうだんだん広がって冷たくなってきて薄くなってくるエネルギーっていうのを右辺に入れてやると、それと一緒に宇宙がどう大きくなってきたかっていうのが左辺に書いてあって、でそれが分かります。それがアインシュタイン方程式を使って宇宙の歴史を調べることになるんです。でそれを使うと、その最初をパーンって弾けて始まったビッグバンですけども、十分ゆっくりになって温度が下がってきたなっていうところまでそれをずっと計算してやると38万歳の宇宙に相当するんですね。なるほど。数学の式でしか分からないんですか？観測とかで何か、物理的に分かるできるんですか？観測でも ある程度分かるんですけど、その宇宙が始まってからの年数を観測で割り出すっていうのは難しいです。逆に今から何年前かっていうのだったら観測でまだ測れるんですね。っていうのはそれも宇宙が始まった後とずっと大きくなってますから、例えば昔 100億光年向こうの銀河が出した光なんていうのを今の巨大望遠鏡だとこう見れちゃうわけですよ。だとすると100億年昔に出た光が今やっと私たちに届いているの でその間に宇宙がどん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 大きくなってますから、その時に出た光っていうのは例えば青い光だったとします。すごくこうろうそくの炎みたいに青白く光ってるようなすごい温度の高い星だったとします。で青の光っていうのはこう波なので、こう繰り返しの速い波です。波長が短いって言います。でも宇宙空間全体がこうやって大きくなってきますと、この波長が短い繰り返しの速かった波が宇宙と一緒にこうやって引き伸ばされてこうビヨーンと伸びちゃう。ビヨーンって伸びちゃうと波長が長い光になって、でそれは青から黄色になって赤になって赤外線になってってこうどんどん伸びていくんですね。でいろんな星とかいろんな原子が出す光っていうのがどういう波長のものかっていうのは、これも実験室で調べることができますから、その実験室で調べた波長と遠くの銀河から来る光の波長を調べてみると、確かに若い子にずれてる、光引き伸ばされてるんだ。でその引き伸ばされてる具合っていうのを見ると、あこの光は宇宙が今に比べて3分の1の時に出た光だね、それから宇宙は3倍になったんだねってことがこう分かるわけなんですね。でじゃあ宇宙が3倍になるのにこのどのくらい時間かかるかっていうと、これもまた計算しないといけないんですけど、あこれは100億年ぐらいのことですねっていうことが分かると。だから観測した時に、あこの星が光を出したのは120億年前ですね、130億年前ですね、で今多分一番遠くで見つかったのは133億年ぐらい前の光なんですけども、でそのぐらいの銀河昔に出た光だっていうことまでは分かります。でもそれよりも昔の宇宙にどんだけ時間があったかということを測るっていうのはちょっとどうやっていいか分からないですよね。っていうのはその宇宙の始まりから来た光っていうのは土地でゴツゴツぶつかっちゃってそのまま私たちとも届かないので、そこら辺はもう霧がかかって向こうが見えない。で霧っていうのは向こうが見えない理由は霧の中にこういろんな水蒸気とかたくさんあって、それが向こうからやってくる光を邪魔しちゃうから、その光が直接来ないので霧の向こうが見えないって私たち思うわけですよね。でそれと同じでずっと遠くの宇宙を見て昔を見たいと思うと、その先あまりに濃くて熱い宇宙になってしまうので光がまっすぐ来ませんから、で本当に霧がかかったように見えちゃう。もっと 例で言うと太陽を見るのと同じような感じなんですよ。太陽を見ると目が開けるので見ちゃいけないんですけど、仮に見たとすると見えるのは表面しか見えないと。で太陽も中はすごく熱くて濃いガスの塊なので、そこも光がまっすぐ行けません。だからいくらこう頑張って見ても見ちゃいけないんですけど、太陽の表面しか見えない。で私たちはだから光を使って太陽の中心を調べることは決してできないんですよ。でも日本のスーパーカミオカンでは太陽の中心を見ることに成功しました。どうやってやったかっていうと、光はまっすぐ出てこないわけですけども、ニュートリノはそのままスーッと出てくる。ほとんど何とも反応しないようなすごい恥ずかしがり屋さんの粒子ですから、太陽みたいなこうものすごい濃い塊でも全然反応しないでそのままスーッとこう抜けてくるんですね。だから太陽から来るニュートリノを捕まえると太陽の中心が見えるわけ。でそうやってそのスーパーカミオカンドでは太陽の中心の写真をニュートリノを使って撮ることに成功しています。同じことが宇宙の始まりについてもできる、できるかもしれない。そうすると光みたいにしょっちゅう反応しちゃうものじゃなくて、ニュートリノとかダークマターとかアクシオンっていうちょっと提案されている粒子とか重力波みたいな
あまり反応しないものっていうのは反応しないから捕まえるのは難しいんですけども、逆にそれに成功できれば38万歳よりももっと向こうのもっと昔の宇宙から直接そーっと来たのが見える。そうするともっと昔の宇宙を直接観測できるようになります。そうすると今38万歳って言ってるのが本当にその先38万年もあるのかっていうのは測れないんですけども、もしニュートリノで見えるようになると宇宙が始まって1秒ぐらいの時から来たやつがそのままスーッと見えることになるので、残りの38万年マイナス1秒分また稼いで、あ、こんだけ宇宙あったんだと。でそれを今度ダークマトで見えるようになると、その1秒もずっとさらに前に戻って宇宙が始まってからまだ10億分の1秒ぐらいのところが見えてくると。で重力波が見えるともう10の 0.00 が20桁ぐらいつながったぐらい1秒ぐらいの宇宙が見えてくるみたいに、こう少しずつ深く深くもっと昔の昔の宇宙が見えるようになる。でこれがこれから観測できたらすごいなっていう。じゃあ排他環境管理とかライトバードとかでそういうのが見えるようになるんですか？はい、ハイパーカミオカンではもちろんニュートリノを使われることができるんですけど、宇宙 の、そのビッグバン直後に出たあのニュートリノっていうのは、でその後宇宙が膨張して冷えていく間にもうヘロヘロになってて、でヘロヘロのやつがぶつかっても痛くもかゆくもない。で捕まえるの難しいんですよ。で太陽からに来るニュートリノは割とこうビュンと飛んできてゴツンってぶつかるの でそのゴツンってぶつかれた効果で光がパッと出たりしてそれを捕まえることができるんですけど、ビッグバンからのニュートリノのヘロヘロのやつっていうのはすごく捕まえるのが難しくて、まだ成功した人がいないんです。ヘロヘロっていうのはスピードが遅いっていうことですか？スピードも遅いし、どっちかというとエネルギーが低い。エネルギーが低いニュートリノは反応する確率が弱くて、で反応したとしてもその与える衝撃も少ないので、それを捕まえるのが難しい。だ宇宙背景ニュートリノをもし捕まえられたら間違いなくノーベル賞ですね。そのエネルギー低いのは、エネルギーが失われたんですか、もともと低いんですか？失われたんです。失われたんです。宇宙背景放射の光の粒も出た時はその星の光と同じように、例えば、600ナノメーターとかの波長ですけど、その後宇宙膨張で千差百万に伸ばされちゃったので、今は電波になってて、それはドップラー効果で、気泡変異で伸ばされたんで、そうすると波長が長い光は一個一個のエネルギーが小さいですよね。だからもともと出た時はエネルギーが高い光だったのが、宇宙膨張で冷えて、伸ばされると冷えて、でその結果今ヘロヘロになっていると。でも電波はかろうじてそれでも捕まえられたわけです。ニュートリノも伸びるんですか？伸びる。ニュートリノも伸びるんです。これもそのミクロな世界の話ですけど、粒であり波であるっていうのが量子力学という世界なので、ニュートリノ粒ですけど波でもある。そうすると宇宙が膨張するとニュートリノも伸びて、その分エネルギーが減っちゃうんです。ニュートリノも周波数ってあるんですか？あります。電子も周波数があります。アクションも伸びる。アクションも周波数があります。もうなんかもういいや、喋っちゃった。結構難しい話してる気がするんですけど。小声でこんな難しい話でよかったんでしょうか？はい、大丈夫です。今小川が小声で背景放射って何ですかと言ってるんですけど、すいません、それ大事なんです。すいません、説明しませんでした。その宇宙の背景放射っていうのは、先ほど の宇宙が始まった38万歳の時にやっと原子ができたっていう話をしました。で、もともとバラバラだった電子っていうのは光がすぐぶつかっちゃうんですけども、一旦原子に捕まっちゃうとプラスとマイナスの電気でキャンセルするので光がほとんどぶつからなくなります。それでその時からあった光っていうのはそのままスーッとまっすぐ飛ぶようになって私たちに届くと、それを宇宙の晴れ上がりって言ってます。それまで霧がかかってたようになってて向こうが見えなかった宇宙なんですけども、その瞬間から光がまっすぐ飛ぶようになったので宇宙がスーッと晴れ上がったんだと。でその晴れ上がりの時に出た光っていうのは今そのさっきの宇宙の帽子で引き伸ばされて電波になってるんですけども、その今も宇宙に漂っているその昔出た光の電波になってるやつっていうのを背景放射とか宇宙背景輻射とかいう言い方をします。背景って言ってる意味はそのどこにでもあるからですね。例えば天文写真を見るとこう星があるわけですけども、それをこう写真撮れるわけですよね。だけどビッグバンから来た光っていうのはそのずっと向こうの138億光年昔から来た光が届いてるわけなので、
星の背景になってる。だから背景光写とか背景複写です。どの星やどの銀河の写真を見てももっと向こうから来ているのがビッグバンの光ですから、どうしてもそれは背景だと。あの私前から不思議だったんですけど、そんなに昔に出た光ならもう通り過ぎてどっか行っちゃってるんじゃないかと思うんですけど、なんでまだ見えるんですか？そのもう行っちゃってるやつもたくさんあるわけですね。だからその光の速さは光は光の速さでやってくるので、ちょうどいいとこ出た光が今私たちのところに届いている。それよりも前に出たやつはもっともう向こう行っちゃってるし、それよりも後出たやつはまだ届いてないので、今見える光っていうのはそのちょうどぴったり138億年向こうの光しか見えない。ずっと見え続けるっていうのはなんとなくこう腑に落ちないんですよ、ええ、だってあるタイミングで1回出てた光じゃないですか、ええ、でも1回でも宇宙のいろんな場所で出たわけですよね。宇宙全体がこう広がっていって、ある瞬間宇宙が38万歳の時に宇宙全体が晴れ上がったわけです。で私たちが今ここにいるとすると、こっちが宇宙の大きさですね。宇宙に広がり、で宇宙が38万歳の時にこの大きな宇宙のどこでも張り上がったわけです。でこっから出た光は今光の速さでできて私たちにこの瞬間に届く。こっから出た光は光の速さでできてもうちょっと後で届く。こっから出た光はやっぱり光の速さでいくんですけど、もう前に届いて取り過ぎちゃったと。今見えてる宇宙っていうのはここの距離のやつしか見えないわけです。じゃあ永久に見え続けるんですか？永久に見え続けます。でも後の時間になればなるほど出た光から届くまでに宇宙がその分大きくなりますから、そのこの背景複写の光がどんどん広がってエネルギーが減っていって、でどんどんヘロヘロになります。でどんどんヘロヘロになっていくとやっぱり捕まえるのは難しくなるので、であんまり時間が経つとこの背景複写はもう観測できなくなっちゃいます。でしかもこの辺にあるいろんな銀河とかもどん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 遠くに行ってますから、いずれやっぱり見えなくなっちゃって、でこうやって宇宙の研究できる今だけなんですよ。今だけ今だけだから今予算をつけてくださいって質問をお願いしてるんですけど